分くらいでやりましょうか。はい、はいはい、じゃあ、今日はこの発声練習ですね、はい、発声練習をちょっと大げさに習っていきたいと思います。お願いします。お願いします。これはなんか大学時代に、うん、最初の練習ですね。最初の練習ですね。はい。で、まずは何から。もう。あいうえおで。あいうえお。あ。で、もう持ってくる。この辺ぐらいはやってたかな。だからもうまっすぐ聞いて。それは誰か一人が聞いて。聞いて、まあ、それになって。他の人は。言ってみとなって一人まず、はい、その後またみんなでグワーッと合わせるっていう感じですよ。で弾く人は一人ですか。弾く人は一人です。ですよね。じゃないとですもんね。はい、了解しました。それに合わせて、それで、はい、この前ちょっとやったみたいにその音よりちょっと、うん、まあそこら辺は、まあ、発声練習としてまさしく、これ意識してやってみたら使える。だから出す音よりちょっと高いぐらいを意識して声としては出すっていう、そうですね。ジャストミートしてるっていう感覚ももちろん、それがあったらまあどっちでもできますので、はいはいはい、うん、よろしくお願いします。はい、すいません、マスクしてください。もうこれやりようかな。やってみましょうか。はい、あ、僕まず出してみます。はい、Yeah.
か、出汁かなんか、スルーッと入ってるから綺麗だと思いますよ。いいんですか。クスクスがスッと入っていく。まあいいでしょうね。あの例えばいい声出そうと僕もそういうところあるんですよ。トッポとか持って、最初なんか拳が入るよみたいな。例えば、とかなんか、とかやっちゃったらダメですね。でももうスーッと入っていく。スーッとやっぱ発声練習としては、なるほど。はい、と思います。あ、はい。うん。おでこの。はい、おーあおーこれ高いですね。ここ苦手ですね。なんか出しづらいですね。アンニュイというかね。これちょっとこうなんか喉にかける感じですか、こういう時の。いやどうなんでしょう。やっぱりちゃんと喉ができてるというか、そういう人はもう変わらず出せますよ。 あんまり無理して、まあ、なんかその辺の高い音が出し方がよくわからんですね、まあ、そうですね。おーってこれだってもう何て言うんですか、はい、自分の声じゃなく裏声みたいな感じで歌える。あだから絞るっていうのもね、絞って発声みたいな感じになりましたね。あここ絞っちゃうんですか。まあそういうのかな。あらつけまあ、まあ、喉は温まるから、まあまあ、こういうのを、まあ、練習前にやりつつ、ちょっとやっていくってことにし、ね、喉も温まるでしょうからね。そうですね、準備運動ということで、了解しました。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。